日本関東地方茨城県森谷市水木屋水木屋は茨城県森谷市の地名1丁目から8丁目まである土地区画整理事業により森谷小山の各一部より1981年に新設された東森谷の全域を1982年に地名変更し新設された郵便番号は302-0121森谷市南部に位置する 自然が多く、開発当初から建築協定で守られた統一感のある街並みが特徴の完成な住宅街である。地域内には遊歩道が整備され、桜の森公園をはじめ、水木の中広志公園、欧州文化財公園、ザクル公園など11カ所に公園が配置されている。また、地域内の道路のデザインが評価され、人間道路会議賞を受賞している。四丁目に、 桜の森公園、5丁目に、私立合衆小学校、合衆公民館がある。良好な環境と統一感のある街並みを維持するため、大部分が水木屋地区計画の対象地域となっており、各種教室、塾、委員以外のものを建築不可としているほか、高さ10メートル未満、全域で165平方メートル以上の敷地を確保することの義務、 柿や柵に関する制限も設けられている。東は、取出市貝塚、下高井、西、北は本町、南は小山と接している。また、三丁目に近接して、関東鉄道上総線土化白駅があり、駅を挟んでその南側は、取出市戸頭である。住宅地の地下は、2014年1月1日の工事地下によれば、 水木屋一丁目8番4の地点で74,900円平方メートルとなっている。古くは5国元と呼ばれる樹林地帯であった。現在は全域が三井不動産と金子不動産センターが共同で開発した住宅地パークシティモリアで1972年から開発が始まり1982年から1995年に かけて、全百7 3 5区画が分譲された。面積は79ヘクタールで、水木屋の地名ができる前は当地区は、東森屋地区や、三井団地などと呼ばれ、1981年から1982年に、かけては、東森屋が正式な地名であった。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、森屋駅からの路線バスが地域内を走っている。また、水木屋1丁目に近接して、関東鉄道上層線南森屋駅、3丁目に近接して、関東鉄道上層線土か白駅がある。路線バス地域内には、パークシティ森屋、桜んぼ公園前、水木屋7丁目、欅通り中央、桜の森公園前、 水木屋野球場前、パークスクエア前、伊チ通り中央、パークシティ、森屋入り口の9つの停留所がある。パークシティ森屋、桜んぼ公園前は2009年12月29日から休止中だが、2010年10月1日の新路線、開設に伴い再開予定。また、水木屋7丁目停留所は、欅通り中央行が通過しない。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。